市長の判断がすべてに優先する組織体制についてであります。委員会では、市長の判断がすべてに優先する組織体制に何の問題もないという市長ご自身の政治姿勢が組織全体に影響を及ぼしているためではないかと危惧していますとの発言がありました。真意は不明でありますが、法に対する認識不足による発言ではないかと私は考えています。決裁にかかる認識についても同じことが言えますが、市長が独任性の機関であるとの理解がなされていないようであります。本件については放置することにより市民に間違った認識が広がる恐れがあります。よってこの際、法的根拠を含め市の見解をお聞きいたします。まず1点目の市長の判断がすべてに優先する組織体制についてでございますが、地方公共団体の基本構造は二元代表制と言われております。議事機関であります議会と執行機関である省で構成されております。また執行機関である地方公共団体の長がその事務を管理執行するにあたっての地位権限などは地方自治法で規定されております。具体的には地方自治法第147条において、普通地方公共団体の長は、当該地方公共団体を統括し、これを代表すると規定され、また第148条において、当該地方公共団体の事務を管理し、これを執行すると規定されております。これらは執行機関としての長の権限の所在を明確にしたものであり、執行機関は長の独任性であることを示したものでございます。独任制とは、行政機関の意思が組織のトップ一人で決定される制度のことであり、それにより責任が明確となり、決定が迅速に下されることとなります。各省の大臣、都道府県知事、市町村長など、行政機関は独任制を取るのが一般的でございます。なお、市長と職員との関係についてでございますが、地方自治法第154条において、長は、その補助機関である職員を指揮監督すると規定されており、職員は市長の指揮監督権に基づき発せられる職務上の命令について、これに服することとされております。